動モデラーだけで腕前 X を目指すチャレンジ、ガチョコバトルエスプラ7後半の続きをやっていきます。さて、なんか前回も言っていたような気がするが、なぜかスパクリがいるな。スパクリとローラーの相性本当にどうなってんでしょうね。本当によく見るな。さあ、やべえ、これはやばいぞ。どの程度下がるかということも考慮のうちに入れつつ、このローラーきついな。うぅ、待って、耐えさせて、耐えさせて、あぶねえ。かなりやべえだろうと思っていたから、これは助かるぜ。オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ここだろ。オッケー、狙い撃つぜ。やっぱり俺ガチョコの方が向いてるのかもしれない。はい、よし、ガチョコ使いになります。はあ、やめて、来ないで、俺を攻撃しないでください。痛いです。やるじゃねえか、ハイプレイ。隠れられてねえぞ、おい。おい、神速逃亡とか言ってる割に、全然神速じゃねえぞ。お、いけるか？俺が取ることを期待している？もしかして。その期待に私答えちゃいます。お答えしましょう。え、スプリンクラーが邪魔です。あーん。まさかスプリンクラーに進路を防がれるとは、思っても見なかったぜ。ハイドラさんが絶妙にいい位置で待機してくれているから飛びやすくていいわ。おー、いいね。最初に2人やられたところで無理しなくてよかったわ、本当に。ローラーがあそこまで追いかけてくるとは思わなかったけど、あそこの処理がだいぶ大きかったようですね。おお、いい感じ。一度もやられてないしな。さあ、ということで、あと1勝か2勝でスプラ8まで上がるというところですね。もうここまで来たら飛び級とかもう1ミリも考えなくていいですからね。考える余裕もないというか。本日2試合目は天美術大学ですね。ホコパワーも2000に乗って本格的な X 目前といったなんていうの、雰囲気を醸していますね。で、先ほどとあまりメンツは変わってない感じですね、武器の構成が。とりあえずここで割って、おお、いいね。さて、ちょっと嫌な位置で見られちゃってる。やめて、やめて、あなたクワットさんか。それは聞いていないです。どっちから来るの。あー、やめて、チャージャーに見られてる。あー、でもクワッドを倒しているのは素晴らしいと思います、素晴らしいと思います。はい、ふっ、待ってあれ、チャージャーが入れたと思ったんだけど、あれ、チャージャーは逃げて、代わりにバレスピリミックスが暴れていたというわけか。どうしよう、これ飛ぶべきではない気はするな。さあ、またスプリンクラーと勘違いしてモーションしたけど大丈夫でしょう。はーい、甘いぜ、甘いぜ、甘いぜ。うわー、分かったぜ。なんちゅうとこに隠れてくれとんのです、君。壁張り付きね。ちょっと今のやられ方悔しいな。スパクリさんさん、さあ、7までいったら勝ちというわけではないぞ。ノックアウトして初めて勝ちを語ってよいのですから。おっと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 、着地でしょ。あれ、バレよ。はい、待ってー、生き残ること。巻き込んだは良いが、なぜそんなにも全力なのですか。こう、一度標的ターゲットした標的はもう死ぬまで戦い攻撃し続けるのが私の掟なのですと言わんばかりに攻撃してくる人が結構いるんですが、なぜなんでしょう。僕そこまで真剣になれないのですが。あーん、あーん、それはいけない。あーん、あぶね、隠れて、なんかいる、いる、いいよ、素晴らしいです。で、スパッタリーも向こうにいるというわけだな。はい、まずは味方を待って真ん中で暴れましょう。バレスピが見てますね。はい、ここ、あ、やめて、あーん、クワッド、着地はクワッドだけだもんな。スパクリ、スパッタリクリアじゃないや、スパッタリなんだったっけな、いつもスパッタリの名前を忘れてしまうのですが、ブルースパッタリ君は
あらら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 、あれなんですよね、雨降らしなんですよね。ずいぶんと出てこなかったけど、ここは登れないか。ウィーン。さて、おお、ハイドラナイスファイト。待って、気をつけて。あ、見てるね。こっから登ろうとしている？そんな気配はないな。さあ、ちょっと中央が取られていて嫌な感じだが。バン。はっ。あー、避け損ねた。さすがにこの距離まで近づくとエイムとか関係なく球速が間に合ってしまうから、適当にブルンって振っているだけで進んでしまう感があるな。ちょっと待ってな。さすがにこれは厳しい気がするので、ちょっとだけ目隠ししておいて。あ、下いるのか。さあやめて。あ、割れちゃう。いるんかーい。シャチャチャ、危ねー。はい、なんでこんないっぱいいるの。おー、やめ、やったね。あそこはちょっと突っ込んで正解だったかもしれない。てかめっちゃ入られてるように見えるが、あれでも51なんだな。なんか10、20くらいは行かれたのかと思って、ちょっと不安感が尋常じゃなかったのですが。はい、登ってる？登りはしてないでしょ。待ってん、チャージャー。これはいけないよ。これはよくないよ。危なさすぎじゃないですか、それは。登ってる？そこか。クイボープラストラップで倒してるかと思ったが、そこまで甘くはないか。お、いいね。ここ。さすがにチャージの完了したバレスピノにゼロ距離で戦うのは無理だったか。いや、しかしなんかいっぺんに3人いなくなることが多いな、今回。残り12秒。お、ナイスストップですよ。これは強引に割りに来るでしょ、あなた。はーい。なんだー、マジかよ、この謎のタイミングで。おっとっとっと、でもクワッドがいないのはいい感じよ。まだ見るというのかい？甘いぜ。降りたね。オッケー。いや、デュアルスリーパーしかまともに生き残ってないんじゃないか、今回。気づくとデュアルしかいないみたいな感じでしたね。もしかしたらハイドラさんの作戦通りだったのかもしれない。どうせ守りで戦えば勝てるんだから、最初のうちに攻めておこうかみたいな。おお、来た。ということでエスプラ8ですね。あとは 9X だけなので、2回ゲージを上げればこのチャレンジ成功となります。ということで、もうちょっとやるよ。3試合連続でのアマ美術大学となりました。さあやってみましょう。イカちゃんたち大学に通っても、なんだろうな、2階とか3階にある教室に行くのにインクで壁塗ればすぐ行けるから楽そうだな。なんか小学校中学校ぐらいだとなんか禁止入れてそう。インクで壁を登るんじゃありませんみたいな、ちゃんと歩いて登校しなさいみたいな。この辺。さあ、後ろ後ろ。ウィーアザチャンピオン。危ね。そう、信じて打ち続けることが大事。信じて打ち続けて。ようやく見つけた。我々の勝機ですから。待って、待って。上にいる？ロラさん？若干不安感もあるけど。はっ！ロラさん？ロラさん？ロラさん？危なーい！さて、スルスルスル。隠れている？はっ！チャチャさんだ！チャチャさん！ファンでーす。ファンレターを受け取っておくれ。そこだ。巻き込んでいくぜ。さあ、ガンガン攻めっ気は強いけれど、でも確実に攻めが展開できるタイミングかと言われるとそうでもない。さて、さあ、リッタさん、全力フォローを期待しているぜ。回復していく。やめて、ハイプレーやめて。ハイプレーおじさん、
はい、リール C だよ。はいはい、いますか、いますか。はいはい、ラグナロク、ちょっとラグナロクしといたぜ。あー、チャージャーめっちゃ見てるし、これ左から登ってチャージャーを止めないとこっから進めるのめっちゃめんどくさいぞ。このステージ登る場所一箇所しかないからな。このスロープを通るかどうかっていう違いがあるだけで方向としては全く同じだしな。やめて、やめろって、やめろやめろ。俺の友達を、俺の友達にひどいことをするんじゃないぜ。危ね、カウントはギリギリですが、いますか。隠れていそうだな。はい、いますか。さあ、ここに注目をしている、そこの素敵なあなたに僕はいろいろなものをプレゼントしていく。そう、その一つがナイス玉なのだ。はーい、あなたには後ろはないぞ。オッケー、しっかり持ってって。あ、これは僕が攻撃するチャンスですね。はーい、オッケー。とりあえずこれで止めたので、チャージャーの嫌なところは奪っていったと思いたい。逃げるな、逃げるんじゃないよ。あ、勝てなさそうなんだけど。危ねえ、なんでいるの。ふぅー、おやめー、リングを見てみてね。危ねえ、危ねえしか言ってね。で、チャージャーさん帰ってきちゃったんだよな。あ、チャージャーさん、おう、ローラーさんが変なところにいる。やめろーやめろー、俺知ってるから。やめて、死ぬ、うむー、よろしくないって、それはよくないって。待ってって、どこまで行くの、どこまで行くって。嘘だろマジかよ、自陣誰もいなかったのかよ、これ悲しすぎんだろ、この巻き方。途中まで良かったじゃないの。俺が状況を見極めきれなかったというのか、そういうのか。上がったばかりはなんでこう不安定なんだろうな、試合内容が。まあ、ノックアウト多かったし、もう一回やろう。さあ、なぜこんなにも天美術大学を押してくるのかよくわからないけれど、4戦連続の天大でやっていきましょう。スコープ別注、スコープか、スコープはついていない。チャージャー別注とキャンシル、カーモでいいんだっけ。カーモかカーモかよく迷うのだが、さあさあさあ、登ってますね、これ。あーん、そんなところにいたのね。やめてーん、くっそ、イカ速の差だったか、これは。さてと、ボールは止まるが、待っておくれ、あんまり移動しすぎない方がいいが。おお、わっ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 わ、びっくりした。次動くね、君。カーリング、カーリングやめて、カーリングで動く地雷みたいになってたよ、あのカーリング、恐ろしいわ。さて、すげえ、誰も矛を持つ気がねえ。真ん中まで戻したいのかな、そのつもりでいいよか。どうせ近づいてくるでしょ、俺知ってるよ。はい、ではナイス生でちょっとちょっかいを出しておこうか。チャチャさーん、お前か、お前か、着地危ねえ。俺に着地は止められないからな、やってもらわないと非常に困るわけだ。はい、チャチャさん、ちょっとチャージャーさんに喧嘩売ろうか。喧嘩売る？いくらで買ってくれるかな。ちょっとチャージャーさんもお金ない時はないからね。売ってくれない？え？いや、まさか。まさかここに3人いて、止まるわけないよな。ボムコロー。ボムいたんかい。障害物で見えていないという流れか。チャージャー止めないといけないのにちょっかい出してもな、すぐ逃げられるという悲しみに包まれているのが何とも言えねえな。ナイスだ。まあ、じゃあとりあえずもう常にチャージャーにちょっかいを出し続けよう。それによってヘイトを集めよう。ん？ああ、下がってった。まあ今のところ勝ってるから別にいいかなぐらいでしょうな、相手としては。位置バレてんなこれ。はい、
うそやん、危ねえ。あぶねえ、今のちょっとよろしくない。モシャン。はい、チャージャーさん、常にチャージャーに喧嘩を売り続けろ。チャージャーがうんざりするぐらい、チャージャーが常にうんざりしなくてはいけないような状況まで追い込む。なんで、あぶねえ。待ってって待て待て待て、その狙い方おかしいだろ。誰も方向見てねえじゃねえかよ。もうチャージャーを見るか方向を見るかどっちかにしたいのだが、チャージャーさん、チャージャーさん、チャージャーさん、あ、チャージャー死んだ。後ろいるんかい。もういや、きついな。なんかただ一人できついきつい言ってるだけで、実際はそうでもないはずなんだけどな。焦りすぎなんだよな。さあ真ん中行って、あーボールドさんで、ここに2人いるわけだ。どこかな。はあ、はあはあはあ。でこの辺に多分まだボールドがいないみたいだけど、うんー、チャージ打ってほしいな。あ、見られちった。待ってー、なんかちょっと飛び方バグってねえか。大丈夫だと思いたいけど、チャージャーさん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 いますか、チャージャーさんいますか、チャージャーさん、チャージャーさん、チャージャーさんがいない。うん、はっ、くー、かろうじた、かろうじ生き残った。どこ行ったし、お前かーい。常にチャージャーに喧嘩を売り続ける、言い続けろ。ダメなのかよ、もうダメなのかよこれ。くっそ、小回り効かねえからな、俺以外が。小回りの効くやつを先に潰さないといけないというのがめんどくさすぎる。どこにいるんですか。隠れていたんですね。やめて、ノバさん。じゃあ、じゃあ時間的にちょっと嫌な感じよこれ。ようやく止まったがいいのだが、いないね。待ってくれ。あー、ひでえ、こいつはひでえや。もうはあ、もっと矛持つべきだったか俺が。いや、平らすぎるもん、キル数が。パリーン、ちょっと軽くショックなんですが、ではとりあえず次回に続くということで、ありがとうございました。